ライカ、そういうのは絶対にノー。あの、何か至らない点でも。頑張るって言葉をいい意味で使いすぎちゃダメ。うん、見事ライカでかしたよ。行こう、ライカ、今日は村でお祝いだね。ルト、卵が多すぎたかな。二人じゃ食べきれないよ。失礼しました。どうしてもドラゴンの価値観が残っていまして。そうなんだ。まあ、冷めないうちに食べよっか。おいしい。はっきり言って素晴らしいよ、ライカ。家族が二人も増えたんだもん。これぐらいがちょうどいいよ。場所がないんです。お願いです、助けてください。終わりで。早でもベルゼブブとやり合う気はないです。かくまんだけ。春から発育がいいって言われたことない？年に750回くらいは。1日2回のペース。一時的に乱れな気持ちになってしまうということです。あなたに毒が回っている恐れがあるからだよ。私といいことしませんか？むしろしてください。断る。そこ基準にしてない。お願い。それとこっちで暮らせばお師匠様と一緒にいられますし。実家に帰らせていただきます。家族崩壊。ショート弟子の間柄だけど、私はみんな家族だと思っているの。だから出ていくなんて言わないでよ。あの、そうじゃなくてですね。うわ、すっきりしました。大丈夫、無理しないようにね。お師匠様は本当に優しいですね。私、お師匠様にならキスされてもいいかもです。キラリ、絶対に嫌。女学院の後輩。お姉様、お姉様、あなたのおかげでレッドドラゴンの危機が回避されたよ。ありがとう。抱きつくな。お主らのためではなく、ドラゴンどもが調子に乗っておったから閉めたまでじゃ。くんかくんか。なんかいい匂いする。ベルゼブブ、何から何までありがとう。ならもう頼りにしてるからね。何度もひつかんでいい。一つお願いがあるのですが。じゃあ、たまにならこうしてもいいよ。今は特別ということで。何してんだあの子。うい、私の果実酒が飲めないって言うんですか。やっと、吐きそう。吐いたら安咲きにして魂まで焼き尽くすからな。我慢します。ねえベルゼブブ、なんじゃ。怖いから手つないでいい？小娘のようで照れくさいが、減るもんじゃないしいいじゃろう。お師匠様、私も繋がせてください。ベルゼブブさん、そんな大胆な。うむ、大胆に行くぞ。ハリーももう私の家族なんだよ。姉さん、感謝っす。何それ、かわいい。あの、お医者様、こういうのもたまにはいいでしょ。チェックメイトですね、魔王様。私の勝ちですね。コクコク。はあ、素敵なお姉様とこんな風にお茶を飲めるなんて。あずさお姉様に壁ドンされた時、私ときめいたんです。凛々しい表情で私に命令する女性、もう胸がキュンキュンしちゃいました。ジュロリー、ベルゼブブさんもお姉様候補だったんですけど、全然私を叱ってくれないでしょ。私より似合いそうだけど。チェックメイトじゃ。ご先祖様、フラットルテは魔女に服従することになりました。私の命令は絶対なんでしょ。このまま角と頭を撫でればいいの？はい。まあ、いっか。ああ、フラットルテはご主人様のものです。この子、ずっとブルードラゴンのリーダーとして気を張ってて、弱みを見せたり、甘えたりできなかったんだね。ママ。ママ。レッドドラゴンはつまらぬことばかりするな。変なこととはなんだ。膝枕で撫でてもらえるなんて羨。
じゃなくてまるで犬じゃないですか。邪魔なら脱げばいいのだ。ちょ、何してんのよ。自由とはこうなのだ。自由。ご褒美？実はその我ら二人で勝負のご褒美を決めていまして、勝った方があずさ様と一晩添い寝できると。初耳ですけど。わかりました、ご主人様。あずさ様に従います。じゃあ今日は一緒に寝よう。あ、マルファよ、こんな変わり果てた姿に。朝起きたらいきなりこうなってたの。何か元に戻せる方法知らん。ほっぺに挨拶のキスをください。そんなのやるわけないでしょ。賢いスライムをお探しなのですよね。生き方を知りたくはないのですか。ちゃんと教えてくれるんだよね。もちろんです。キュッ。お姉様のキス、素晴らしい体験ですわ。私、うっとりして死にそうです。顔はしるな。顔から入ってくる方が悪いよ。近くことやめるのじゃ。じゃが少し痛むの。おい、少し休めば大丈夫じゃ。お主は強いのに血の気がないの。しかし、これでまたお主の平穏が崩れるかもしれんね。どういうこと？これまで知られてなかった王国南部まで、お主の強さが知れ渡ってしまう。バルファとシャルシャと一緒に過ごすぞ。かわいいです。泣くほど。はぁ、なら大丈夫。そういうので喜ばないから子供じゃないから。体は小さくなっても、魂の重さは変わらないものなんですね。あなたには何が見えてるの？かわいいのか、かわいいのか。子供扱いやめて。子供扱いを嫌がるとはますますかわいいのじゃ。シャルシャちゃんは、ママはこのままがいいですか？元に戻ってほしいですか？なお、このままを選ぶとお菓子を好きなだけあげます。どうしようかな。究極の選択。お菓子で買収されないで。ママは元に戻りたい。では、冗談はこれくらいにして。冗談とならない。お風呂は裸が清掃だよ。それにほら、みんなもいるから恥ずかしくないでしょ。にしても今回はあなた少し冗談が過ぎたね。よくできました。これで恨みっこなしね。それで一つお願いがあるんですけれど。何でも言ってごらん。お姉様の胸触ってもよろしいでしょうか？は、どういうこと？私も慣れていこうかと思いまして。胸を触れば免疫もできるかなと。そんなのはダメだから。どうしてダメなんですか、お姉様。魔王が変なことに目覚めでもしたら取り返しつかない。お菓子、はい、かわいい。そのおかしな点はないでしょうか。昔学校の演劇でこういう格好は、まさにその時も同じ反応で困りました。はあ、その困り顔も。ずっと頭小耳に挟んだから来てやったのじゃ。いつも楽しそうなことがあれば誘うように言っておるじゃろう。誘って欲しかったのか。あのさ、ベルゼブブ、今からでも接客手伝ってもらったり。うん、そので、できないでしょうか。無理ならいい。まあやってもよい。いらっしゃいませ。喫茶魔女の家へようこそ。ご注文が決まりましたらお声をかけてくださいね。完璧だー。ピコン、一緒にお願いしますね。おいしくなーれ。ちょっと小悪魔スパイス入れちゃいました。
お悪魔どころじゃないでしょう。何してんの？ぽい。お姉様。キラリン。どうですか？私の服、かわいいですか？お姉様。今日はとっても楽しかったです。また参加します。それではまた。失礼します。みんな、手伝ってくれてありがとう。なんてことない。またいつでも声をかけるのじゃ。ベルゼブブの姉子は、ほんと二人に弱いっすね。